こんばんは。こんばんは。自分勝手に決めてすいません。でもまあ、こんにちは、えっちゃんです。今回は、新社会人になった時に、ウームに入ってからというものも、ずっと YouTuber というお仕事をやっているわけなんですけれど、実はね、両親が教員だったのもあって、そういう会社に入るっていうの、親はどう思うかなとかいろいろ思いながらも、実際、YouTuber になった娘について、お母さん、親はどう思っているのか、小学校の教員としてはどうなんだろうかっていうところをちょっと聞いてみたいと思います。はい、じゃあちょっと通話かけます。もしもし。はい。お母さん？はい、お母さんです。こんばんは。こんばんは。今動画を撮ってるんだけど、私結構何でもかんでも自分で勝手に決めて、お母さんには事後報告が結構多くて、いろいろ迷惑かけたかなと思っているんですが、はい、すごい優しかったから何でも受け入れてくれたけど、実際新卒でこのウームに入って、その後もまあウームを辞めて YouTuber っていうお仕事をしてるわけだけど、うん、なったね YouTuber に。まあそれさ、お母さん、親としての目線でさ、最初に聞いた時どう思った？いや、最初はウームの社員さんだったでしょ、うん、だから一番最初のね、イメージは OL さんなのかなっていうイメージだったのに、うん、学生の時から続けてたじゃない、だから、うん、ずっと続くのねって思って、うん、なのでまあいいんじゃないって。あ結構そこは受け入れやすかったんだ。うん、正社員でもあったしね、一応ね。そうそこは結構大きかった？正社員であることはとても安心してた。じゃあもしそれが正社員じゃない YouTuber とかだったら、ちょっと心配してた？うん、心配してたところもちょっとあったと思うよ。あ、そうなんだ、だって収入が安定するのかなって。そうだよね、現実的なところで思うじゃない。うん、うん、親としてはまあ正社員ならっていうところは結構受け入れやすかったんだ。うん、まあ入社ね、せっかくできたんだけど独立したじゃん、うん、聞いた時はめちゃくちゃちょっと心の中動揺したよ。動揺した、やっぱり。そっか、うん、でも昔からあなたはもう自分で決める人だから、まあでも無駄だと。あ、なるほどね。うん、まあいつもそうだけど、うん、まあちょっと自分勝手に決めてすいません。なんとかやってます。できてるなって思った時に初めて安心した。その後ちゃんと軌道に乗ってて、うん、ファンのなんか私も見に行ったじゃないの。あ、イベント、イベントズームとかコラボカフェのイベントとかね、お母さん見に来てくれて、うん、うん、あの時にファンがこうニコニコしているの見て、うん、うん、まあいいかって、よかったよかったと思いましたよ。今この仕事続けてられてるのも本当やっぱりファンの人たちがねいるおかげなので、本当にありがとうございます、ファンの皆さん。だからファンを裏切らないように頑張ってください。いや本当に、まあでも実際私一人だったらえっちゃんねる難しかったと思うんだけど、今ねオルハくん編集もしてもらってるからね、うん、毎日投稿もできてるし、うん、心強い。そうだね、うん、まあでも実際ね、確かに小学校の先生的になりたいっていう子がいるわけじゃん、うん、どう言うんだろう。なりたいって言ったら、なりたいっていう、頑張ればといつか言いようがないよね。なるほどね。まだ小学生のうちは見ていいよ。そうだよね、あんまり大人になってこう22、23、20いくつになってもちゃんと努力してるならいいよ。ただ夢だけ追いかけるんだったらね、本気になってないなって気がするけど、本気だったら応援するんじゃないの。あ、でも本当にそう、その通りだね。確かにそういうことが、毎日ゴロゴロ無職で家事も手伝わずにゴロゴロしてて、いやー YouTuber になりてーわーって言ってたら、ちょっと、まあ、それはちょっとアホじゃないか。、うん、じゃ先生たちからしたら、まあ自分で頑張ってるんだったら、やったら、やりたいことはやった方がいいみたいな。みんなに伝わるものだから、うん、人を不快にしちゃいけないよね。そこは十分気をつけなくちゃいけないけどね。そういうのがまだ小学生とかって未熟だから、そこは心配なとこあるけどね。なるほどね、ありがとう。じゃあね、まあね、私もこういう話をお母さんとするのは初めてだったわけなんだけど、なんか私は取られてると思うとドキドキ。確かにね。じゃあまたご飯行こうね。うん、またね。はい、じゃあね、バイバイ。はい、さよなら。はい、ということで、昔からそういう性格とはいえ、やっぱり見守ってくれるっていうのがなんかこういいですね。
まあ実際ね、今 YouTuber になりたいとか、タレントさんとか野球選手とか、あの資格のいるね、美容師さんとかもそうだけど、ものなりたいって思ってる人とかは、あのぜひね、あのコメント欄に、私こういう夢があるんだけど、どうしたらいいかなとかね、親に反対されてるんだけどどうしたらいいかなとか、コメント欄でお互いにコメントし合って、道をね、見つけ出して夢に向かっていければなと思います。YouTuber になりたいけど、顔を出すのはダメって言われたら、じゃあ顔出しないゲーム実況とかもいいかなとか、編集者としてオルハクみたいにやるのもいいかなとか、なんかいろんな方向でこう好きに近づけるといいですね。改めて YouTube めちゃくちゃ頑張っていこうと思いました。皆さんね、この動画で、将来の夢近づけるように頑張ろうっていう気持ちになれたよっていう人とか、親の気持ちも分かったみたいな風に思ってくれたら、ぜひね、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。